トヨタカローラトヨタカローラランクスカローラランクスはトヨタ自動車で製造されていた自動車である。姉妹車のアレックスについても便宜上、本校で述べる。カローラのハッチバックモデルとして2001年1月24日発表、発売。事実上、カローラ FX の後継車種だった。キャッチコピーは先行くってドキドキ。で発売当初の CM キャラクターには、 小林と一が起用されていた。国内向けは5ドアモデルのみであるが、欧州市場向けには三ドアモデルも用意され、フロント周りも日本向けとは異なるデザインであった。二千二年九月十九日のマイナーチェンジで、国内向けも同様のデザインとなるが、テールランプのデザインが若干異なる。エンジンは千五百 c c の高効率、実用型ツインカムの一エヌ 1NZFE 型。 および 1800cc スポーツツインカムの2、ダブルゼータ GE 型が用意され、2ダブルゼータ GE 型エンジン搭載モデルには6速、MT も用意される。2002年のマイナーチェンジで 1800cc の、高効率、実用型ツインカムの1ダブルゼータ FE 型、エンジン搭載モデルも追加された。2004年4月27日に2度目のマイナーチェンジ、累適型ヘッドランプユニットを採用した。 2006年9月にランクス、アレックス共に生産終了。10月23日にはアレックスの後継者オーリスの誕生に伴い、どちらもモデル廃止となる。もっとも、カローラ県としては 1500cc クラスの廃棄量を持った純粋なコンパクト系ハッチバックは2011年12月発表、発売のハイブリッド専用車種であるアクアが、 登場するまで5年間空白となる。さらに、南アフリカで従来 AE91 系カローラ FX のノックダウン生産で足すの名で生産し続けられたが、2006年にはフルモデルチェンジされ、後期型ベースでランクスの名称で現地生産が始まった。同社のアレックスはカローラランクスの別販売店向けの姉妹車種である。キャッチコピーはエウロペアンスタイリッシュプレミアムで、 CM のナレーションは、おすぎとピーコ。カローラランクスとの違いは、グレード名、フロントグリルのデザインのほか、E120 型カローラセダン同様に、ドアアウターハンドル及びサイドウィンドウモールが、メッキ化されている点など極めて些細である。オーリスの登場で、ランクス同様に一台限りで、ブランドが廃止された。新車登録台数の累計は103,990台グレードは、 基本的に3種類である。カッコ内はアレックスでのグレード名。ありがとうございます。